反立の人の案もすごいなと思って。あれだってそれぞれの州ごとにルール違うんですもんね。そうですね。変な話、大麻だ麻薬だのあれで OK なところとね。ああそうですよね、合法化してるところとしてないとこあって、めちゃくちゃだよね。こっちで言ったら東京で OK だったのに田舎行ったらダメみたいな、みたいな。はい、それは僕らが島国だから違和感を感じるのだろうか、どうなんだろう。そうなんだね。そういえばなんかツイッターでとある慶応生がその選挙に関してなかなか僕としてはすごい適切なことを言ってるなっていうのがあったのちょっと思い出して、うん、今あの一票の重さ一票の重さって言うけど、あの税金を払っている収入に応じてなんかその票の効力率を変えた方がいいと思うっていうふうに言ってて、年収200万の人と年収2000万の人は考え方がまるで違って、そうですね、で年収が低い人ほどぶっちゃけあんまり政策に関して興味も持たないだろうしとか言ってる。下手するとただの人気集めみたいな、まあ、参院選とかそうですよね。年収が高いっていうことはもう税金もそれだけ納めてるわけだから、うんうん、国に関してもなんか関わってる多いよね。はい、なるほどなと思って。比重を考えようって。そう